大きく分けて3つの種類のキッチンがございます。ラクエラステギア、セントロ、小竹梅ですね。まず収納が大きく違いますね。この出幅も違うね。で、幅も2つ、2列と3列ね。一番下の引き出し、このフロアコンテナっていう引き出しを作ったのはクリナップが初めてのメーカーになってます。キッチンの元祖っていう風に思っていただいていいかなっていう風に思います。木製のものとステンレスのもの、どういった違いがあるかというか、まあメリットですね。何が一番大きなメリットかっていうと、害虫が木よりもステンレスを嫌うっていうやつですね。まあゴキブリだったりは光るものだったり滑るものに対して苦手なので住み着きにくいっていう点があります。で、あともう一つですね、箱の中にですね、どうしても湿気だったりが溜まりやすくなります。ステンレスに関してはそういう湿気もにもかなり強いものですから、長く安心して使っていただけるっていう点があります。向こうがステギアなんですけども、見比べていただくと天板の厚さが違います。天板が薄くなってます。かなりスタイリッシュに見えるっていうところですね。素材もこれはセラミックっていう、まあキッチンの今業界の中で一番硬い強いと呼ばれている素材になってます。なので溶岩を固めたような素材のものですね。で、これ取っ手がよく見るとないんですね。おろおろ、どうやって引き出すのってことなんですけども、センサーですか。センサーです。ここ押してみてください。どうする？膝とかでも全然やっていただいて大丈夫なんですね。おー、はい、コンコンって。下ですね。この素材が扉面材じゃなくて違う素材になってます。これなんでここがアルミになってるかって言いますと、掃除機をぶつけたりとか足をぶつけたりしても傷つかないようになってます。なのでパッと見はわからない部分多いんですけど、クリナップやっぱりキッチンに本当こだわったメーカーなんで、こういう細かいところに気を使っているような商品がかなり多いですね。もう普通のシンクに見えるんですけども、実はこれ12枚のステンレスを合わせて溶接してできたような。へー、12枚やば。はい、なんで職人さん削ってそういう継ぎ目とか見えなくして作ってるらしいですね。1枚ね。確かに確かに。本当え、わかる、自分の使ったら。お、これカタログのやつですね。で、他のキッチンと違って5センチこれ上がってます。なんでお腹をつけて作業して、お皿洗いができたりとか、広げることによって、はい、お魚さばいてここからやっていただいたりとか、いろんな使い方ができますね。曲がるってことちょっと傾斜がついてますね。で、これもちょっと特殊なんですけども、これもクリナップしかない、はい、ハイブリッド、ハイブリッドですね。これめっちゃいい。これグリルがないんですけども、その分下引き出しになってまして、そうですね、入れることできますし、お魚が焼きたいときはこれを使って焼いていただくこともできますので、はい、パエリアできちゃうね。めっちゃいいですね。ごはんカウンターのような収納ですね。でも若干透けてる。おしゃれ。おしゃれ。クリナップの本当良さといいますか、特徴が詰まったようなキッチンになってますので、まあ、セントロもそうなんですけども、先ほどのステンレスカビットですね、あと流れるシンクだったりが、標準でついてますので、ステディアはちょっと前ですね、リニューアルをしましてですね、これ裏側行っていただきますと、デュアルトップ対面っていうのが新しく出たような商品なんです。でこういう形、一般的だとこういう形で腰壁って言って大工さんだったりに作っていただいて、でクロスを巻いたりして収めるっていうことが多いんですけども、この板に関しては今クリナップで提供ができるようになりました。なので大工さんの工事の手間だったりを削減できたりとか、あと対面キッチン入れたいけどちょっと価格がなかなか合わなくて諦めてた方だったりにリーズナブルにご提案させていただけるような商品になっています。
的には先頭と比べていただくと二段引き出しっていうのが大きな特徴になってますね。で、まあ、二段引き出しでも大変メリットありまして、これ背の高いですね、2リットルのペットボトルあたりが入るような作りになってますので、中の箱は木になっているのがラクエラです。中の素材を変えている分、まあ、ちょっとリーズナブルにお買い求めいただける商品かなと思いますね。でこのステディアとラクエラなんですけども、毎年ですねリフォーム産業新聞っていってキッチンなどを販売していただく営業マンさんに選んでいただくランキング、キッチンのランキング付けってお風呂のランキング付けがあるんですけど、今回ステディアが1位でラクエラが2位という形で独占の状態になってますので、2つのキッチン両方おすすめかなと思います。これ水を流していきますと、これ一般的なキッチンですね。水の流れ見てみてください。これが普通のやつで、一回手前に流れて、そこから排水口に流れてくるね。そっちは。でこちらに関しては、どうしても周りに広がってしまって、後からまあ僕の家もそうなんですけど、後からこういう形でホースを伸ばしていただいて、フランス流すんですけども、こちらに関しては、まあ、お皿洗いの水ですね。でこういう形で。伝って流れてくれるので、まあ、お掃除だったりもかなりしやすくなってます。この中も違います。ここも一体成形で継ぎ目がない状態で、もうワンタッチで外していただけますので、かなりお掃除しやすいかなと思います。これもですね1枚の板をプレスして作ったものなので、触っていただくと継ぎ目だったりないですね。これ油性ペンなんですけど、油汚れと見立てて今回書いていただきました。でこれ乾かしていきます。こちらでお水をかけていきますね。これ普通の何も加工がついてないシンクになってます、ステンレスですね。でこちらが微酵素っていう加工がついたシンクになります。水をかけるだけで、はい、はい、大丈夫です。スポンジでこうするともう一瞬で取れてしまう、シンクさっき水出した時にもう一個なんか大きな違いがあったんですけど、これとそう音が違うよね、はい、で音がすごい静かなの。結構これ夫婦喧嘩の元になるねテレビの音が聞こえないとかさ、え何みたいなね、そう夫婦がの会話がねしっかり洗えるレンジフードっていって、まあ、自動洗浄のレンジフードなんですけど、じゃあ開けていただきますと、ここにファンが入ってます。でここが一番油汚れがつくところになるんですけども、これを自動で洗ってくれるようなフードですね。この洗えるレンジフードは2ヶ月に1回ランクがついて、それを自動で洗浄してくれるようなものになってます。実際の掃除方法なんですけども、こっちの左側のですねこの箱の方にお湯を入れていただきます。でこれをセットしていただきまして、押して、まあ、洗浄というボタンを押すと回転して水を吸い込んで洗ってくれる。優しい感じだよねこっちの方に排水っていうボックスがあります。このボックスの方に油汚れがついたお水がブワーッと出てきて、これを外していただいて、捨てていただくだけでもお掃除完了っていう商品ですね。